こんばんは、高弘です。今回は過去夏の時期に撮影した写真作品の解説動画というところで録音録画を行っております。夏の時期というと、以前解説した真っ赤な夕焼け朝焼けの作品のイメージがあると思いますが、実はそれ以外にもこの時期で特に見られる現象、被写体っていうものが実は存在します。今回も見応えのある作品が揃ってると思ってますので、よかったら見ていってください。それでは作品解説に続きます。早速なんですけど、まず1枚目、工房の写真になります。どんな場面を撮影したかっていうところなんですが、この場所はですね、まず関東の山間部にあるとある河川の方で撮影しました。撮影した日時はですね、2022年の8月1日っていうところの時期で、朝の時間に撮影しました。まさに夏の真っ只中の撮影となってます。で、この日は特にですね、山間部特有の冷たい水の温度っていうところと、夏の時期特有の気温の高さに伴って、この寒暖差によってですね、川霧というものが川の近辺で発生します。で、その川霧が発生した中にですね、太陽光がファーって入ることによって、こういった光の筋、いわゆる光棒というものが発生します。光棒はですね、本当にこういう光が水辺の近くだったりとかに差し込むような現象だったりが代表的ですし、あとはまあこのもやの延長上にはですね、やっぱり雲というものが存在しますので、まあ雲のところをね、光が差すことによって光棒っていうところができたりと、様々な状況で光棒というものは生まれます。厳密に言うとですね、夏の時期以外も正直条件が整えば光棒という状況は見ることはできます。ただ夏の時期の方がこの手の川霧を巻き込んだ上での攻防っていう箇所がね、一気に増えるので、まあ夏の時期の被写体なのかなと個人的には思ってます。作品の作者としての意図と狙いって意味になるんですが、倒木にですね、攻防を差し込むタイミングっていうのをまあ見計らって撮影してますと。倒木と攻防にフォーカスしている撮影なので、やっぱりこの倒木の周りの環境もそうですし、何より光棒の出方っていうのが非常に重要かなと考えてます。例えばですね、この光棒、まあ今回で言うとちょっと白が結構目立つような感じの光棒になってる、光棒が多いっていう状況になるんですけど、逆にですね、この状況って僕結構通いましたけど、実はかなりレアなケースで、もっとね、光棒は静かな感じのケースが多いのかな。この白身がね、どんどん減ってったりとかっていうのが一般的にあるんですけど、僕はやっぱりファインアートな感じで、とにかく美しい感じでこの倒木を撮りたかったので、光棒多いタイミングで、強く出てるようなタイミングでね、撮影しましたっていうところっすね。っていうのが、まあ、この作品の意図と狙いっていうところですね。撮影の設定っていうところになるんですが、撮影の設定はですね、まずカメラが富士フィルムの X Pro 3の方になります。定は ISO 160で、56mm の画角。で、F は11と、シャッタースピードは 6.5 秒といったところです。でこの時は、光棒をね、強調したかったっていうのと、川のこの水辺のところですね、をなだらかにしたかったので、6秒近いスローシャッターで撮影することによって、改めてですね、川の流れを滑らかにして、光棒の描写を強調してるっていう意図がございます。で、その状況に持っていくためにはですね、フィルターをですね、使ってます。具体的には ND フィルターと呼ばれる原光フィルターですね。光の光量を落とすというフィルターと、光の反射を抑えたりとか、逆に強調したりとか、そういうコントロールができる PL フィルターというものをですね、装着して、この撮影設定に追い込んでるっていうところになります。以上が1枚目の工房作品の解説になります。続きまして2枚目の作品解説になります。具体的には雨上がりのもやを狙った撮影になります。どんな場面を撮影したかっていうところになるんですが、長野県にある自然湖と呼ばれる湖で撮影しました。結構僕がお世話になってる
水没林の撮影ポイントですね。で、撮影した時期はですね、2022年の7月の時期と。で、結構朝の早い時間帯に撮影しております。シチュエーションとしてはですね、この直前まで雨がずっと降っててですね、朝の時間になると雨が上がったような、そんな感じ。まさに雨上がりのタイミングで撮影をしました。で、雨上がりはですね、基本的に霧が、水分が滞留するっていう形が多くてですね、特に夏の時期は突発的な雨が多いっていうところもあったので、ある意味夏の時期は結構狙いやすい状況になるのかなと思ってます。特にあの雨降った直後の山間部なんかはですね、結構もやが包まれて、雲海とまではいかないですけど、まあそれに近い雲がね滞留するっていう形がね起きてたりはするので、雨が降ることによって狙える景色なのかなと思っております。またこの時期の自然光はですね、水位ですね、水の高さが上がるので、いろいろと他の時期に比べると景色が変わりやすい、変化の激しいポイントだったりもします。作者の意図狙いっていう意味でいくと、この時のメインの被写体はまあ当チャンネルでおなじみのこの倒木ですね、水没林っていうところになるんですが、主題副題っていう意味でいくと、主題はですねこの水没林ですね、この手前に写ってるやつらっていうのと、副題はバックを染めている白いもやっていうところと、あとは緑ですね、緑色の景色、葉っぱの部分ですね、といった構成で夏のシーンの水没林を捉えた作品としてこの時は撮影に向かってました。で、結果的にこの作品は去年展示した、ソニーイメージングギャラリー銀座の方でね、グループ展で参加した時に展示したストーリーズ3の作品の前あった水没林シリーズの1枚になるに至りましたっていうところですね。撮影の設定というところもちょっと触れたいなと思います。撮影の設定なんですけど、カメラはソニーの α7R3 を利用しております。設定っていう意味でいくと、 ISO は80、画角はですね 44mm の画角で撮ってますと。 F 値は11、シャッタースピードは 1.3 秒といったところで撮影をしております。この時の、そうだな、カメラ的な話でいくと、PL フィルターを装着してですね、湖面の反射をあえて強調してやっております。皆さんが使ってる PL フィルターの一般的な使い方っていうのはですね、反射を抑えて色を強調するってそういう使い方をすると思うんですけど、僕はですね、割かし逆な使い方をすることが結構多いです。反射を逆に強調する。そういう使い方もね、PL フィルターの、使い方として一個ありますので、そういった使い方を今回はやってると。ちょっと厳しめな話をするとですね、機材についてスペックだったりとか、こうあるべきだって言ってる方が結構多いんですけど、本質的な話するとですね、機材はあくまで道具です。なので自分がどういう表現をしたいかっていうのを明確に決めた上でですね、それに向かって使えるか使えないかっていう判断をした上で見極めをして道具を使うっていうところが重要かなと思っております。なので道具の優劣だけにはとらわれないで、道具のそもそものあり方ですね、本質っていう部分を理解した上で、かつ自分の表現を明確にした上でうまく活用するっていうのが道具を使いこなすっていう意味では一番近道なのかなと思ってます。自分独自のこだわりっていう部分が出ることによって、他の人との違いが明確に出てくるかなと。そしてそこの部分にですね、自分の作品にそういうところが出てくると、自分の作品のオリジナリティというものが出てくるのかなと思っております。以上、2枚目の作品解説になります。続きまして、3枚目の作品解説となります。どんな場面を撮影したかっていうところになるんですが、この場所は茨城県にある大洗海岸で撮影しました。撮影した時期はですね、2021年のなんと4月っていうところなんですけど、雷ってそもそも夏の時期に多発する自然現象なので、夏撮れる作品解説って位置づけで今回ちょっと無理くり入れさせていただきましたっていうところになります。でもうちょっと深掘りして話していくと、雷っていうのはですね、そもそも突発的に2時間とか3時間前ぐらいにポーンと出てきて、そのままウォーッと雨と風と雷とっていう感じで、雷雲という形でね発生してですね、短期間でいろんな現象を起こすっていう、なかなか動きが読みにくい自然現象の部分になります。雷はね、特に落雷だとかもあったりするので、身の危険を伴う撮影になります。なので改めて前もって言うんですけど、
危険なので雷の撮影は推奨してませんと、まあ、自己責任でっていうところにはなるんですが、僕実際こうやって撮っちゃってるんで、まあどうやって撮ったかっていうところをね、あえて解説するならば、まあ、この雷雲の動きっていうのは一定の法則があったりします。例えばそうですね、具体的にどのタイミングでどこの雷雲がどのエリアに流れるかっていうのが、ある程度年間の天気を見てると追いかけられる感じですね。僕はですね、自宅からこの大洗海岸に行くのにはですね、最低 2.5 時間、まあ、2時間半ぐらいかかるんですけど、雷出ますってなって行くではですね、もう明らか無理なんですね。それこそ本当に雷雲をよく理解した上でですね、予測して撮影地に向かうっていうような撮影スタイルをしない限りは、僕の家からは雷を撮ることは、この大洗海岸で雷を撮ることはほぼほぼ無理ですっていうところですね。そこの話をね、整理するとですね、やっぱり被写体や撮影地のことをよく理解した上で、かつ、自分の考えを当てはめた上でですね、撮影に行かないとおそらく永遠に会えない、そういった自然現象かなと思っております。これはね、ある意味写真の本質をついてるんですよね。なんとなくでは撮れない自然現象っていうのがやっぱり雷なのかなと。狙った被写体の副題として雷っていうのは非常にね魅力的なんですけど、同時に難易度はめちゃめちゃ高いです、副題として置くんだったら。だって主題となる、今回で言うんだったら鳥居のところにね雷が落ちるっていう前提で行かないといけないんで、相当難しいっすよねっていうところ。なので再現性の低い作品としてはですね、雷っていうところの副題は非常に魅力的なのかなと思いますっていうのが、この時のね、撮影した場面の話かなと思ってます。作者の意図狙いっていうところでいくと、まあこれはシンプルです。この時の狙いは、荒々しいこの真ん中の鳥居をねどうやって撮ろうかっていうところをね考え抜いた結果、こういう撮影に至ったと。で、具体的には主題が鳥居です。で、副題はこの後ろにある雷だったりとかっていうところになります。あともう一個ポイントとしてはですね、この鳥居をより強調して見せるっていうところが重要なので、干潮のタイミングに撮影してます。干潮の時を狙うことによって、鳥居はね水平線を越えて空と鳥居っていう形の対比ができますので、そこはね結構重要なポイントかなと思っております。撮影の設定っていう話ですね、そこをちょっとしていきましょうかっていうところで、ちょっとデータがすっ飛んじゃってんな。まあ、ちょっと僕が覚えてる範囲のところありますので、ちょっとそのお話ししたいなと思ってます。まずカメラはソニーの α7R3 を使ってます。で、設定がかなりニッチなんですけど、これね、多分 24mm ぐらいの画角で撮ってて、で、ISO はね、640で、F2.8 で5秒で撮影してるっていうところになります。時間帯は載ってんね、これ9時なんですよ。9時台に撮ってますっていうところで、まあ要は夜の撮影っていうところなんですけど、実はね、ND フィルターをつけて、いろいろ光量の、この写真の明るさのバランスを整えてます。なんで F2.8 で撮ってるかっていうと、この時雨がすごかったんですよね。雨がすごくてですね、まあ要はレンズの前に水滴がつくんですよ。で、一応防水の、なんだろうね、カバーみたいなのつけてはいますけど、レンズのフィルターにはね、さすがにカバーつけられないでしょっていうところで、やっぱりフード頼みになってしまうというところで、あとは前からものすごい雨風来ますんでね、それをどうしのぐかって考えた時に、もうあえて受ける、水滴はフィルターの前につけるっていう前提で撮るってなると、ああもう解放しかないなと。 F 値の絞りの値をですね、一番ボケが出やすいような解放の設定にすることによって、この水滴問題は解決したっていうところですね。で、あともう一個ですね、なんで長秒露光にしないんだっていう話になるんですが、そもそもですね、長秒露光を30秒とかにしてしまうとですね、雷の光量とその他の光量のバランスがね整っちゃうっていうところがあるので、あえてその長秒の時間をね避けてます。で、なんでこんなイレギュラーなことやってんのって考えると思うんですけど、日中の時間帯、要は昼間の明るい時間帯で雷を撮ろうとトライしてみるとね、実際わかります。具体的にはよほど強烈な光じゃない限りはですね、雷は日中の露光量の明るさに負けてしまってですね、長秒露光にすればするほど雷が映り込む確率は下がりますと。なぜなら雷の明るさと、日中の明るさがほぼほぼイコールになってしまうから
ていうところがありますね。でつまりはですね、この逆説の話していくとすごいわかるんですけど、雷取るにはやっぱり露光量の差っていうのがすごい重要ですねと。なので強烈な光であるっていうところが大前提と、周りの環境が雷の明るさと、対比的な暗さである必要があるというところになります。そういう意味でいくと雷もですね2種類ぐらいありまして、要は落ちる雷って書いて落雷って言うんですけど、そのパターンと、雷鳴といってですね、雷が鳴り響いてピカーってなる時っていうパターンがございます。で、どっちが強烈な光かっていうと間違いなく落雷になりますので、落雷を狙うっていうのが、雷撮影では重要かなと思っております。と今の話を全部整理するとですね、露光量と、豪雨の中の撮影っていうところを考慮するとですね、まず絞りはですね強制的に F2.8 可能な限り明るくしないといけないっていうところの中で、かつ明暗差をつけるっていう意味でもシャッター時間は短めに切りますと。この時の僕の判断は、5秒ぐらいが限界かなと思ってやってました。 ISO も640って結構ね、この ND フィルターつけてガチャガチャやって撮影してたっていうところもあったんで、やっぱりフィルター取るか、ISO 感度上げるかとか、結構限られた設定になった結果ですね、僕は ISO 感度上げるっていう判断をしました。ガチャガチャな設定っていうので最終的にこうやって雷をね取ることはできてるので、この20時の時間帯での最適な撮影設定というのはそこだったのかなと思ってます。結果的に白飛びもうまく抑え込んでる次第でございますっていう、結構複雑なかつハイレベルな話になったんですけど、雷のね撮影の仕方とかって結局ね撮った人に聞くしか分かんないっていうところのレベルの話になっちゃうんで、ネットには決して転がってない情報かなと思っております。皆さんの雷撮影の参考になればと思って話はしましたが、危険なんで安全に気をつけて自己責任で撮ってくださいっていうところの話になります。以上3枚目の作品解説になります。続きまして4枚目の作品解説となります。虹ですね、虹の写真になります。まずどんな場面を撮影したかっていうところなんですが、まず場所の話をするとですね、3枚目の雷写真に引き続き茨城県の大洗海岸で撮影をしました。で撮影した時期はですね2021年の7月の時期、安心してください、これは夏の時期にしっかり撮っております。大洗海岸はですね東向きの方角になりますので、東向きの方角で、日が沈む位置は西側ですと、反対の東側の向きの夕方の空をね撮影してるっていうような感じになります。この時は虹が撮れると思ってこの場所にいたのかって言われると全然そんなことなくてですね、どちらかというとしょうもなくですね、懲りもなく、雷をね狙ってたんですよこの時も。で雷雲っていうのは抜けるのが早かったんですよね。僕がこの場所に到着するより先に雷雲が海の方に抜けてしまったっていうところもあって、すごいなんか綺麗だなと思いながら、ポカーンと雷雲が過ぎ去った大洗海岸を前にしてねポカーンとしてたんですよね。結構東の空綺麗だなと思いながら見てたので、そうね、とりあえずここまで来たんだから、しっかり取り切ってみようかなっていうところで、テンションはだだ下がりなんだけど、とりあえずカメラを構えてたっていう、そういう感じ。こうポカーンとしてたらですね、いきなりなんか虹のアーチがねかかるんですよね。この時はアーチの場所にですね僕は全然立ってなくて、どちらかというとこう斜め、鳥をね斜めに見たような感じの位置から、あ、虹が出てるっていうような判断をしたので、これ動けば鳥居を真ん中にアーチで撮れるんじゃないと思って動いてみるとですね、なんと鳥居の真上に虹のアーチがかかるわけですよ。ただ問題1個あってですね、これ写真見ればわかるんですけど、なんと海水の水位高いですね。でも僕下に降りて撮ってると、あなたどうしたのっていう話になるんですけど、ここはですね水位は満潮に近いタイミングではあったんですけど、もうこんな景色二度と撮れんと思ってたので、膝上ぐらいの水位のね、海水に浸かってですね、撮影したわけですよ。で幸いにも波はねすごい穏やかだったんで、ただ海水に足を使って撮ってたっていう、そういう感じですね。なんでそういうことしたかっていうと、やっぱり、さっきの雷の話に戻るんですけど、鳥居をね、主役で撮るってなった時に考えると、やっぱりこの水平線の部分に鳥居がこう埋まってる状態になってしまうと、全然絵にならないので、やっぱりこう鳥居が
目線の位置に出るような感じにっていう画角にしない限りは水平線に埋もれてしまうので、そこを脱却すべく堤防の下から撮ってる、そういった感じになりますっていうところですね。作者の意図狙いっていうところでいくと、まあさっきの3枚目の雷と一緒ですね、この時のメインの被写体は鳥居です。副題っていう意味でいくと虹ですね、虹の空っていうところかなっていう感じ。鳥居を強調すべく海中の中使って撮影してますという感じですね。でまあ二度ともう撮れないっしょこんな景色って思ったので、気がついたら海水の中入ってたのかなっていう、そんな感じでした。設定の話しましょうか。設定の話っていう意味でいくと、この時はね α7R3 も使ってたんですけど、なぜか α9 で撮ってるっていう、 α9 に広角レンズをつけてたっていうところだったんですね。設定が ISO50 の 17mm の画角で F2.8 のシャッタースピード 1.8 秒っていうところで撮影をしております。この一手間っていう意味でいくと、虹を可能な限りね再度増すことなく強調したいっていうところがあったんで、 PL フィルターを装着してですね、虹の色を強調しているような感じになります。で開放気味なのは多分ね、いろいろ判断した結果、まず ISO を上げることはできないっていう風になったんでしょうね、きっと。でもね、この時の最適な設定って意味でいくと、 ISO は多分100ぐらいにしといた方が良くて、あとは縦構図でパノラマでパシャパシャパシャっていう設定で撮っとかないと、この上にですね虹って、撮ってみると分かるんですけど、あの綺麗な虹はね二重にアーチがかかるんですよ。で今これもね実は二重のアーチかかってた写真ではあるので、これをね綺麗に撮るって意味でいくと、パノラマで超広角で撮った方が良かったねっていうのが、当時の自分にアドバイスしたいかなっていうところです。虹の撮影は超広角が基本マストなのって言われると、別にそんなことはなくて、正直どの画角がベストかっていうのはすごい難しい話かなと思ってます。理由はですね、虹の出るポイントっていうのは、そもそも自分のいる距離から近い場所なのか離れてる場所なのかによってですね、まず虹の出方が変わるっていうのと、あとはその位置を決めるっていう話でいくと、雨の降り方だったりとか、あとは光の差す角度と方角に左右されるので、非常にランダム要素が強いかなと思っております。ただ一点明確に言えるのは、超広角で撮れるっていう場面があるんだったら、間違いなく超広角レンズで1枚撮りっていうよりかは、20ミリぐらいの画角で縦構図でパシャパシャパシャとパノラマで撮るのが一番ベストかなと思っております。虹もねやっぱり最高な条件っていうところを考えていくと、超広角で無理くり撮るってよりかはパノラマで撮った方がリカバリーは効くかなと、そういったところになります。普段からパノラマ撮影しろとは言わないですけど、いつでもねこういう超広角のタイミングで撮れるような、かつ自分の持ってるレンズ以上の画角を撮りたいってなった場合はですね、パノラマ撮影っていう手段はすごい有効的な手になりますので、あのパノラマというね撮影手法も意識してみてはいかがでしょうかっていうところが、この4枚目の作品の話になります。以上、夏の時期に撮れた作品解説というところの動画でした。僕今これ収録してるのが6月の半ばなんですが、これから訪れる7月以降の夏の時期、夏限定の景色は間違いなく存在するので、工房と雨上がりと雷と虹って4つの被写体を軸に解説はしましたけど、まあこういった場面っていうのは多分ね今年もあるんですよ、行けばっていうところで、まあ、もしそういう場面にね出会った時に、そういえばあいつなんかこんなこと言ってたなって思ってもらえるような程度のヒントは落とせたかなと、この動画でお伝えできたかなと思っております。またこの手のね作品解説動画はね作っていこうとは思ってますんで、引き続き当チャンネルをよろしくお願いいたします。次は秋編かなっていうところではあります。ここまでご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。